いつもご覧いただきありがとうございます。商業時計店ゴーダです。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。今回の動画では YouTube のコメント欄からいただきました疑問質問にお答えさせていただきます。これから時計を購入ご検討の方とかですね、そういった方の参考になれば幸いです。よろしくお願いします。ショービロー時計店日曜日勉強会。それでは今回は YouTube からいただきましたコメント欄のご質問、こちらに返答させていただきます。はい、ではまず一つ目いきましょう。コメント失礼します。最近中古でブライトリングコルトクォーツを購入しました。最初のオーナーは2015年に新品で購入に電池交換をしていないとのことですが、現在も電池切れすることなく動いています。ネット検索でクォーツ時計は10年が寿命で電子回路が壊れてしまい修理不可能と記載していたのですが大丈夫でしょうか。初耳です。10年で壊れるということはまず聞いたことはないんですが、どういった情報を参考にされたんでしょうか。よくこれ僕実際に店舗に来る方とかですね、ご質問いただく方なんかでも直接お話しさせていただくことがあるんですが、何でもネットに書いているからっていうのを信用しない方がいいですね。どこのどなたさんが書いているかわからないので、はっきりした情報でない、明確でないとかですね、情報源が正しくない可能性もありますので、もしご心配であれば一度ですね、そちらの内容をメーカーさんにも問い合わせてみてはいかがでしょうか。僕はとにかく10年で寿命というのは聞いたことがないので、おすすめします。はい、回答としては以上となります。ではお次の方。僕の昨日買ったタイメックスの秒針が結構ずれていて、特に2時から4時の間だとメモリの間を針が刺します。多分ずれているということですね。それより後半だとちょっとずれているのかなってところですが、タイメックスの1万以下でしたら大体こんなものなんでしょうか。そうですね、クォーツだから合わないということはないと思うんですが、必ずずれる場所っていうのが発生してしまいます。ただメーカーとしては60刻みであれば不良品ではないというふうに判断してますので、あとは時刻を合わせるときにですね、ちょうどの時間にこう秒を、合わせてなんか時刻を合わせてしまうとダメなんですよ。詳しくはですね、こちらの動画の方で、以前の動画でですね、時刻の合わせ方というのをクォーツ時計で実施してますので、その通りやってもらうと少しでも誤差が改善されるんじゃないかなと思いますので、お試しいただければと思います。はい、お次の方。3気圧防水の時計は水中に30メートルも沈めて大丈夫なはずなのに、水中に入れてはダメとはおかしいと思うのですが、間違いなく内部に湿気が入るとのことですが、時計屋さんが見てきた現状が本当にそうであれば、メーカーの規格表記がおかしいということです。3気圧防水と歌うのであれば、それをきちんと保証してもらえないと困ります。はい、これよくですね、誤解を招く表現といいますか、3気圧防水だから30メートル潜っても大丈夫っていうのは大きな間違いでして、3気圧ってことは30メートル地点の水圧と一緒です。つまり全く身動きを取らない状態で同じなんですけれども、水中で30メートル潜って全く動かないっていうのはありえないんですよね。上に上がろうと、酸素がなくなりますので、とかですね、泳いで動いたりとかしようとするんですが、それした時点で3気圧の防、いえば気圧以上が時計にかかります。なので、まず無事ではないということですね。で、わかりやすく説明するためにメーカーさんなんかも、カッコメートルとかですね、そういうふうに使ってるんですが、もしご心配であれば、きちんとそうですね、ISO とかですね、JIS の規格でメートル表記のものを買うのをお勧めします。きちんとした基準をクリアしていれば、そのおっしゃる理屈で問題ないんですけれども、はい、普通はですね、一般的な認知としては、3気圧イコール30メートルというのは少し間違っております。なので、はい、この通りの防水と思わない方がいいので、そういうふうに捉えていただければと思います。ただ、全部がですね、30メートル潜れませんみたいなことを全て事細かに書くわけにもいきませんので、虚偽というよりは、紛らしい方法、表現方法ではあると思うんですけれども、一般的にそういうふうなことが使われることが多いかなというところです。はい、なので3気圧は保証されませんので、自己責任となりますので、壊れても多分保証してくれないです。はい、お次の方。一番お手頃な体重時計はやっぱり基礎ですか。
また時期呼びを気にするのはもうナンセンスであるという記事を見たのですが、どうなんでしょうか。自分が機械式時計に挑戦できない一番の理由が時期の心配です。はい、僕の意見として言わせていただきますと、時期呼びを気にしない方がナンセンスかなと思ってます。普通の時計は等しく時期呼びをします。まあ、ティソの場合はですね、時期呼びしないタイプの、まあ、シリシウムとかですね、まあ、オリスで言うとそうですね、キャリバー400とかあのあたりは、まあ、時期に対して強いというふうにされてはいるんですけれども、あくまでも気にしなくていいというわけではないです。5センチ以内とかですね、そういった0メートルの場合はダメというふうにいろんなブランドでも表記されていますので、気にしましょう。はい、ただ定期的な、まあ、ある程度の距離をですね守っていただければ特に問題ないと思いますので、そういった距離を空けながら時計とお付き合いいただければと思います。はい、お次がですね、動画と全く関係ない話ですが、今学生で機械式の懐中時計を日々使っているのですが、学ランを着ている時にどう身につけたらいいのか分からず少々困っております。何かいいアイデアはありませんでしょうか。はい、ありがとうございます。学生の方で懐中時計なかなか2ですね、ぜひ使っていただきたいなと今の学生の方にも特に思いますけれども、この場合やっぱりね、上着の学ランに入れるというよりはズボンのポケットで収納されると、ある程度問題はもうなくなるかと思います。まあ、ズボンのポケットとベルトループにチェーンを通したりとかですね、もし引き輪式のチェーンでない場合は引き足のチェーンにすると、改善されるかと思いますので、お試しいただければと思います。はい、回答としては以上となります。はい、将棋の時計店ではですね、まあ、こういった感じで日々、時計に対する関する疑問質問などですね、 YouTube のコメントなんかでもお気軽にしていただけると思いますので募集しております。まあ、内容によってはですね、お答えその場でもうコメントで返す場合もあったりするんですが、基本的には回答したりしてますのでよろしくお願いします。また先日、オメガのヴィンテージ懐中時計をお買い上げのお客様ありがとうございました。まあ、やっぱりこうオメガのブランド名とかで、ね、結構知名度も上がって人気が出てきているんですが、オメガの懐中時計もやっぱり今名の通っている、まあオリンピックの公式タイムキーパーとしてもですね、今有名なオメガなんですけども、こちらのオープンフェイスの懐中時計もなかなかシンプルで使い勝手が良さそうです。まあちょくちょくいいのがありましたら掲載しておりますので、サイトをまたご覧いただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。2023年2月11日12日の土日に3年ぶり秋葉原にて懐中時計展示会を開催いたします。実物を見ながら、まあ、お話もしながらですね、時計の魅力をお伝えできればと思いますので、ぜひこちらご予約をしてご参加いただければと思います。詳しくはですね、当店のサイトにも掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。実際にお会いしてお話をしましょう。よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。こちらの動画が参考になりましたら、高評価だったりチャンネル登録コメントもどしどしお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。